皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、お惣菜お弁当が美味しいと感じるスーパーマーケットはどこですか?という内容です。では、早速見ていきましょう。25位は、サンリブ丸食。みんなの意見はこちら。家の近所に丸食がありますが、お惣菜を時々買わせていただいてます。どのお惣菜も美味しいですし、とても満足しています。パック詰めや品質管理など問題なく、おすすめできます。24位は、ティーコックストア。みんなの意見はこちら。お値段は、割とそれなりですが、値段に見合った質の高いお惣菜が多いです。私はチーズハンバーグが好きなのですが、ファミレスに近い濃厚な味わいに満足できます。煮物や和え物も一風変わったメニューもあり、味付けもバランスよく美味しいです。23位は平和堂。みんなの意見はこちら。結構センスがいい。ローストビーフ寿司のようなものを前に見たが、おしゃれで美味しそうだった。ディスプレイの仕方も綺麗で、少し値が張るが買ってみたくなると思う。もちろん美味しい。22位は A コープ。みんなの意見はこちら。A コープは地元の食材を中心に、店内や商材を作っていて、手作り感があり、とても美味しいです。地産地消で良い質だと思う。品数も多く毎日食べても飽きないくらい美味しいです。都内の A コープは利用したことがありませんが、東北の地元にある A コープのお弁当は惣菜も美味しく重宝しています。A コープで扱う野菜が地元の農家が作る野菜がほとんどで、お肉等も地元のお肉を使用していることで、質は良く、A コープ利用者が多いので、惣菜の種類豊富なことも理由としてあると思います。21位はアプタピアゴ。みんなの意見はこちら。特に寿司系が得意だと思います。ちらし寿司やいなり、巻き寿司はもちろん、握り寿司など、寿司の種類を問わず、鮮度が良く、酢飯の味も程よくて癖がないため、食べやすいと思います。お弁当や、惣菜の種類が豊富で、肉魚野菜とバランスよく購入ができるのも魅力。精肉コーナーや、鮮魚コーナーなどで、それぞれ惣菜を作って販売もしているので、惣菜を買うだけという購入方法も選べるのが良い。20位は大関。みんなの意見はこちら。よく行く店舗では、他のスーパーで、あまり見かけないタイプの惣菜が置いてあることがあり、物珍しくてつい買ってしまう。どれを食べても美味しく、様々な種類があるので、飽きない。大関は、生鮮食品の質が良いと感じます。理由は、どの店舗も、お客様の数はいつ訪問しても多いため、食材の回転がいいのだと思っています。ファミリー層が多い住宅地に、店舗が多いこともあるのか、惣菜も豊富で、早い時間に来店しないと、人気メニューは売り切れていることもあります。19位は、鶴屋。みんなの意見はこちら。23人前のオードブルを買ったことがあります。中身の種類の多さ、冷めても硬くならず、美味しかったです。多くの種類で、23人前を自分で作るとなると大変なので、とてもコスパがいいと思います。長野県ならではの料理や、お惣菜がたくさん並び、普段目にしないものを食べられる喜びがある。味とバリエーションの割に、値段も安く、得られる満足度は高いと考えているから。18位は、ベルク。みんなの意見はこちら。コロッケなどの揚げ物をよく買ってみますが、他店のお惣菜よりも脂っこくない、芋そのものが美味しいと感じる。家でもう一回オーブントースターで温め直した時に、バサバサしない。どれを食べてみても、あまり美味しくないと思うものがなかった。冷めたまま食べても、比較的ちゃんとした味がしている。ハズレが少ない。コロッケのベチョット感や、バサバサ感が許せる範囲。17位は、ヤオコー。みんなの意見はこちら。種類が豊富で、味の濃さが自分に合っており、見た目も華やかであるように感じる。値段も手頃だが、安かろう悪かろうという感じはなく、満足度が非常に高いと考えているから、ピザ系は結構おすすめです。種類は、だいたい3種類くらいが定番ですが、マルゲリータなど、安心して味の想像ができるメニューです。和惣菜は全体的に薄味で健康面にも配慮してくれているのがわかります。でもしっかり美味しいです。16位はヨークベニマル。みんなの意見はこちら。揚げ物をよく購入するが、種類が豊富で時間帯によっては作りたてを提供してもらえることもある。お弁当のおかずの量が多く、一つのお弁当でかなり満足感があると感じている。種類が多く、様々なニーズに応えられている。素材にもこだわっているため、子供にも安心して食べてもらうことができるため、品質が高いと考える。15位は、ハラシンナルス。みんなの意見はこちら。まず、商品のバリエーションが豊富。おにぎり、揚げ物、サラダ系、お寿司など。
私はその中でも、うどんと天丼セットのお弁当と、お稲荷さんが好きです。まず、うどんと天丼のセットの方は、ちょうどいいサイズ感で、味も美味しいです。お稲荷さんは、美味しさと価格が魅力的です。お弁当や、お惣菜の種類が多いと思う。店舗も広く、和から中華、洋まで色々なメニューがあるので、たくさん選べて楽しい。味は安定の美味しさ。店舗内で作っているのかな？と思う。14位は声優。みんなの意見はこちら。品揃えも多く、昼時や夕飯時に行くと、毎回、出来たてが棚に陳列されていて、とても質も良く、いつもお世話になっております。金額も、安く他のスーパーに比べても、一番気に入っています。近所にある声優では、いつも多くのお惣菜が用意してあり、味に不満足だったこともありません。揚げ物などは、自宅でほとんど作らないので、便利です。時間帯によりますが、冷めたりしていても、ぬるめが可能なので問題ありません。13位は、肉のハナマサ。みんなの意見はこちら。圧倒的に、惣菜のクオリティが高い。自社で肉をさばいているから、特に揚げ物のクオリティが絶品。見逃せないのが、ハンバーグ系の弁当で、大きくて柔らかいハンバーグが、かなりの安値で食べられる。特に、やはり肉を使用したお惣菜やお弁当は、他のスーパーより、コスパが良いと感じます。美味しさがズバ抜けているというよりかは、金額に対しては、美味しいものが食べられるという印象です。12位は万代。みんなの意見はこちら。質が高いと思う理由は、陳列されている商品の種類にとらわれることなく、一つ一つの具材に大きさのばらつきがなく、綺麗にパックに入っていること。また、お弁当は油っぽさもなく、冷めていても味がしっかりしていること。量がちょうどいい塩梅で、男性でも満足する品だと思います。特に揚げ物がとても美味しいです。一押しは、コロッケやメンチカツ揚げすぎず、薄すぎずで食べ応えがあるので、弁当にプラスアルファで購入されるならおすすめです。11位は、イトーヨーカドー。みんなの意見はこちら。イトーヨーカドーは、昔から食品を扱っており、お弁当やお惣菜の種類も豊富で、味もほぼほぼ満足するクオリティだと感じる。彩りも良く、お弁当のおかずも、様々な種類が入っている印象があります。お惣菜の種類が豊富で、バランスよく楽しく買えるので、よく利用します。もちろん味も美味しいですし、量も程よいです。一人暮らしで、毎日の夕飯にはなくてはならない存在になっています。どこの店舗に行っても、広くて明るいので、種類が豊富。スーパー内のキッチンが広いのか、時間によっては、出来たてがあるので、お惣菜などはとても助かっています。最近は、近所のイトーヨーカドーが、軒並み閉店していて残念。10位は、トライアル。みんなの意見はこちら。濃いめの味付けで、ご飯が進むようなお惣菜が多い点と、ご飯物以外でも、サンドイッチなどのパン類のボリュームが、多く食べ応えがある点。その他、おはぎや、ケーキなどのデザート類も、量質ともに良いため、お寿司やサンドイッチ、お惣菜、お弁当を食べたことがあるが、どれも美味しくて量がたくさんあって、満足感があります。値段も他のスーパーに比べ、安いので、美味しく感じます。お弁当、惣菜に限らず、基本的に、価格が安く購入のハードルが低いことが、トライアルの特徴だと感じている。その上で、すべてのお弁当、惣菜の味が、合格点を超えていると感じる。9位は、ロピア。みんなの意見はこちら。まず、お値段が非常に安いので、私のような貧乏人は、とても助かります。値段と質を考慮したら、かなりの美味しさだと言えると思います。初めて行った時は、あれこれと買って食べてみましたが、とても美味しくて楽しかったです。美味しいのはもちろんのこと、ボリュームが多いので、質が高いと感じます。ピザやオードブルなども豊富で、ボリュームがあり美味しいため、友人や知人を自宅に招いた時や、パーティーで特に重宝します。近くにあるロピアは、揚げ物がどうしても多めですが、メンチカツや、天ぷらなども、量がしっかり入っているので、家族全員で、お惣菜でも全然足りる量が売っているので、助かっています。8位は東急ストア。みんなの意見はこちら。旬な食材を活かした弁当が豊富で、味付け、量、価格のバランスも良い感じです。そして、弁当にありがちな揚げ物が脂っこすぎるということも見受けられなく、全体的に仕上がりに、ムラがない、品質が極めて高く、どのお惣菜もお弁当も、非常に美味しいです。特にお弁当は、かなりのハイクオリティで種類も多いので、毎日食べても飽きないくらいです。そぼろの弁当が特に好きです。まず、質の安心感があり、味もこだわりを感じる。種類も豊富で、毎日食べたとしても、飽きないのではないだろうか。また、和風や洋風、中華など、老若男女に好かれるお弁当や、お惣菜がある印象。
7位は泉屋。みんなの意見はこちら。泉屋はいつも美味しそうな惣菜が並んでいて目移りします。春巻きが好きです。唐揚げも好きです。だいたい1品物を買っていて、詰め合わせの惣菜は買わないのですが、美味しそうです。品揃えが良く、特に和食系の惣菜や弁当が強いと思います。ただ単に醤油味が強いとまずいと感じるけれど、泉屋の商品は出汁がよく効いていて、とても懐かしい味がするので、世代の違う家族が揃う食卓でも人気が高いです。泉屋はあまり行かないのですが、惣菜の種類が多くて嬉しいです。それほど何回も購入したわけではありませんが、これまで食べたものはどれも味も美味しかったです。揚げ物もサクサクして美味しかったです。揚げ物の質が高く、特に天ぷらが美味しいので、夏場や年越し等のそうめん、そばに合わせるためによく買う。冷めてもサクサクしていて思ったるくなく美味しく食べられる。6位はサミットストア。みんなの意見はこちら。よく利用するというのはありますが、売り場も広くお弁当やお惣菜の品揃えも豊富で、子供も好きな食べ物が選べるので良い。おにぎりや少量のお惣菜もあるので、一人暮らしや小腹が空いた時にもちょうどいいのもあります。魚のお惣菜が特に美味しいと思います。味付けも美味しくて、夫にサミットのお惣菜と言わず、お皿に盛り付けて出したら、今までのご飯の中で一番美味しいと喜んでくれました。笑い。高級品から手頃な品まで幅広く揃えている。サラダ系の充実度も高くていいし、ローストビーフなども美味しい。フロアが大きいから惣菜売り場も大きいのがメリット。魚系の惣菜も豊富なところが健康に気を使えていい。惣菜の種類が多く、味付けが濃くないこと。量も大小と分けてパック詰めされているので、食べたい分だけ購入できる。お弁当は煮物や揚げ物、中華などその日の気分で選ぶことができる。全体的に油っぽくなく食べやすい。5位は東武ストア。みんなの意見はこちら。価格は少しお高めですが、あまり見たことがないものや、家では作らなさそうな惣菜が売っており、お試し感覚で買っています。概ね味も良く、リピートしている惣菜もあります。高級感もあるし、それだけ値段もしますが、盛り付けがおしゃれだったり、自分では作らない、デリっぽいラインナップになっているので、見た目も良いから、美味しく感じる。デパ地下のようで、テンションが上がる。価格は少々高めではありますが、他の店舗では取り扱っていないような本格的な惣菜が魅力です。高いと言ってもコンビニ弁当とほぼ変わらない値段で購入できるのも良いです。金額は高いが、見栄えや味は他のスーパーと天と地の差があるほどに良いと思います。見るからに美味しそうで、品も高級感が伝わってくるので、質と味はとてもよく圧倒的だと思います。4位はライフ。みんなの意見はこちら。少量ずつでセンスのいいお惣菜が並んでいる。見た目も綺麗で、レンジだけで簡単に食べられてテンションが上がる。夕方になると結構値下げしているので、普段は高くて買えないものも購入してみるのが楽しい。コロナ禍で初めてお弁当やお惣菜を購入しましたが、種類が豊富で値段も様々、味もあんまり外れがないなと思いました。私のよく行くライフはとにかく種類がたくさんあるので、選ぶ楽しさがあります。サイズも少量から用意されていて助かります。量の割に金額は高いと感じるが、美味しく感じることが多い。時に卵焼きはふっくらしていて柔らかい。また鶏肉も柔らかく美味しいと感じることが多い。惣菜のラインナップも定番だけでなく、季節によって旬のものを使っていたり、ヘルシーラインもあって良い。惣菜の量が豊富なのと、値段がそれほど高くないところ、生鮮系の味が基本的に良いので、お弁当や惣菜の質も良くなるんだろうと思う。もともと関西系のスーパーだったけれど、全国展開してきてより良くなったのかも。種類が豊富で便利です。イオンモールは子供を連れて行きやすいこともあってよく利用します。ピザが美味しくて、サイズも値段もちょうど良くて、子供たちも喜ぶので何度も買っています。近所に新しくライフがオープンしたのですが、品揃えの多さに驚いています。寿司、弁当、惣菜パンのみならず、様々なお惣菜があります。少々値段は高い気はしますが、味はかなり良いです。3位はイオン。みんなの意見はこちら。他スーパーも好きですが、イオンでお買い物をする楽しさも相まって、イオンで買ったお弁当を食べるのが個人的に贅沢感を感じます。野球観戦に行くときによくお世話になっておりますが、球場班に引けを取らないと思ってます。種類が豊富、どの時間帯に行っても品薄状態なことが少ないので困らない。店舗によってはオリジンのお惣菜があったり、お魚屋さんのお惣菜があったりと、バリエーションが豊富。
質の話ではないかもしれませんが、イオンは大きいだけあって、いろんなものが選べるところが良いです。種類が多いからといって、味の質が良くないわけでなく、平均点が高く、どれを選んでも美味しいイメージです。イオンは企業が大きいので、いろんな惣菜が並んでいて、質の良く徹底した管理の下で作られているようで、安心していつも美味しい。ただ家から遠いので、なかなか行けないのですが、近かったら毎日行きたいと思います。この間テレビで特集が組まれていましたが、イオンの惣菜はとてもレベルが上がっていて、美味しいものが多いです。揚げ物系や中華系が充実しており、夕方以降の値引きもお財布に優しくて大好きです。全体的にお惣菜のクオリティが高くお値段以上です。外れが少ない印象にあります。特に揚げ物がとても美味しく、油っこくはなく、特におすすめなのがクリームコロッケです。惣菜に力を入れていると聞いてはいましたが、だし巻き卵や絶賛肉餃子など、こだわりの商品があって食べてみたら、リピートするようになってしまいました。北海道産の粒あんおはぎも、おやつにぴったりです。イオンは少し離れたところにあるので、頻繁には行けませんが、イオンのお惣菜は、種類が豊富で、とても美味しいです。値段もお手頃で求めやすい価格設定だと思います。家の近くにあれば嬉しいのですが、2位は、成城石井。みんなの意見はこちら。何を食べても、外れがないです。友人を家に呼ぶ際には、いつも成城石井で、お惣菜を買っています。値段は少し高めですが、割引になっている商品もあるので、手に取りやすいです。少し価格帯は高いが、他店には置いていないようなものが多い。例えば、インサも複数種の中から好きなものを選べるため、特に美味しいと感じるのかもしれない。嫌いなものを選んでいないからか、少し珍しい食材を扱っているだけあり、他店では見慣れないおしゃれな弁当を取り扱っている、店とコラボしている商品があったり、自社商品にも力を入れているだけあるなという味。極端に高いというわけではなく、コスパも良い。お値段は高く感じますが、通常のスーパーなどにはない品揃えで、おしゃれなお弁当やお惣菜を購入できる。成城石井なら何を買っても安定の味だという安心感もあります。そして購入すれば、やっぱり何を買っても美味しいから、また購入してしまいます。成城石井はお値段もそれなりに高いが、なかなかに手の込んだお惣菜や、弁当類が多くて、目移りしますが、とにかく美味しくてレベルが高い。東京ディズニーリゾートでは、イクスピアリの、成城石井のお惣菜には、よくお世話になります。無添加を売りにしているので、健康志向のイメージが大きかったのですが、味もとても美味しいです。特にマリネはシリーズが豊富で、人参やキノコ、オリーブ、海鮮など、種類も多く、野菜も取れるので、重宝しています。レンジ調理の商品が多く、家で出来たての料理を食べることができる。他と比べても、野菜を利用している料理が多く、添加物が少ない上に、味付けが濃すぎないところが、満足度が高い点に、品質の高さを感じる。金額は高めだが、体に良いもの無添加製品などを使っていて、購入意欲をそそる。また、和食から世界の様々な食事を展開しているのも良いと思う。ヘルシーラインもあり、デザートも充実していて良い。1位は OK。みんなの意見はこちら。人数が多い時や、ちょっとした贅沢をしたい時に買うのですが、しっかりと味がついているので、満足感が高いです。他のスーパーで見かけないおしゃれな惣菜も多いですし、見た目も味も楽しめて満足しています。揚げ物からお魚の煮付けまで、幅広い商品のどれもが美味しいと思います。味も濃すぎず、薄すぎず絶妙ですし、お弁当のお米やおにぎりもとても美味しく具材も豊富なのが気に入っています。チキンカツや唐揚げなどの揚げ物などが豊富で、その他にも、エビチリや大きなシューマイなどの中華系のお惣菜も美味しく、他のスーパーでは見かけないような手の込んだお惣菜が多い点。まず、値段が他のスーパーと比べて、格段に安くコスパが最高です。また、他のスーパーより大きい店舗が多く、品揃えも豊富です。お弁当、ピザのみならず、コロッケ、カツなどの惣菜が種類多くあります。出来たてが多く、種類も豊富で金額も安い。量も多めなので、一つで満足できます。おにぎりがコンビニより3割ぐらい安いので、普段食べないような具材も試せます。人気なのか、売り切れの時もあります。夜の時間以外は、何度か作りたてを並べているのを見たことがあるので、いろんな種類のお弁当を、少しずつ作って出しているように感じるので、新鮮さがあり、美味しいと思います。ピザのバリエーションが豊富で、生地の塩加減が程よく、冷めていても、フライパンなどで温めれば、出来たてとまではいかなくても、それなりに美味しい。
そして具材も豊富で、そのボリューム感も嬉しい。価格がとにかく安いです。特にピザがお気に入りです。数時間ごとに店舗で焼いているようで、出来たてを食べられます。 OK のピザを知ってからデリバリーピザを利用しなくなりました。とんかつやアジフライ、カキフライなどバラエティ豊かな惣菜類が魅力です。とにかく種類が多く、いろいろなものを試せるので楽しいです。個人的にはカキフライが大好きで、よく食べています。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。